アメリカ海軍が主催して各年で開催されている環太平洋合同演習リムオブザパシフィックエクササイズリムパック2022が、6月29日よりハワイ沖などを舞台に8月4日までの予定で開催されることを知っているかな？日本を含めた26カ国が参加してミサイル射撃訓練、砲撃訓練、対潜水艦船訓練、防空訓練、機雷除去訓練、水陸両用作戦訓練など各種の戦術訓練に加えて海賊制圧訓練や、HADR ハマニタリアンアシスタンスディザスターリリーフ人道支援災害救援なども実施されるらしいな。大規模な合同軍事演習みたいなものかな？26カ国も参加するなんて壮観だろうね。そうだな。他にもアメリカ海軍の最新システムに各国海軍の最新システムを統合しながら、サイバー戦や電子戦を想定した共同演習なども行われると見られているぜ。うんうん。さて今回は、ハワイでリムパック2022が開催されたことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカ海軍の発表によると、2022年のリムパックには日本のほか、カナダ、チリ、ペルー、コロンビア、エクアドル、メキシコの北中米、南米諸国、イギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、オランダなどヨーロッパ諸国に、インド太平洋地域のオーストラリア、ニュージーランド、トンガ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、スリランカ、ブルネイ、タイ、韓国のほか、イスラエルも参加して、各国海軍の艦艇38隻と海軍、航空機170機以上の航空機と、陸軍や海兵隊なども含めた約2万5000人が参加するとして、リムパック2022は、連合海軍の戦力があらゆる領域で統合されることにより高い水準に到達し、兄弟国による攻撃を抑止し制圧するために必要な総合運用性、回復力、敏捷性を増加させるのに寄与するだろうとしているんだ。ちなみに前回2020年のリムパックは、新型コロナウイルス感染拡大を受けて3カ国などの規模が縮小されていたこともあり、これまで通りの本格的開催は2018年以来の4年ぶりとなっているぜ。このリムパックは1971年にアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国による、軍事情報同盟ファイブアイズによって開催されたのが始まりで、1974年までは毎年開催だったのものが、3カ国が拡大するにつれて1978年からは2年に1度の各年開催に変更されている多国共同軍事演習となっているよ。日本の海上自衛隊は1980年から参加しており、非英語圏からは初めての参加であったんだけど、現在では日本の他にも非英語圏の国の海軍が多数参加しており、海軍組織を持つ海洋国家同士が技術を切磋琢磨する場としてだけでなく、親睦の場としても大きく役立っているみたい。参加国は特にアメリカの同盟国や友好国のみに限定されているのではなく、かつてはロシアや中国など、アメリカの仮想敵国とされている国々の海軍が参加した年もあり、これは同盟国以外の海軍関係者が各国の軍軍関与を深めることで、互いの信頼の醸成が促進され、偶発的な不測の衝突を避けることにつながると考えられたことによるもので、演習を共同で行うだけでなく、相互に他国の海軍関係者を自国の軍艦に招いて行うレセプションなどの儀礼における人的交流も行われているぜ。しかしながらロシアと中国においては、演習中にそれぞれのバルザム型情報収集艦や、情報収集艦北極星を派遣したことをマナー違反であると各国の海軍から咎められ、信頼醸成に反する動きとされたほか、特に海洋進出への野望を年々露骨に表すようになった中国海軍に対しては、アメリカ海軍内部から内容が詳細に設定された軍事演習を実施することで中国に手の内を明かすことは好ましくないとする声があり、中国海軍が参加した2014年や2016年においては災害救助対応などに重点が置かれる内容となっていたこともあり、ロシアは2014年のみの参加にとどまり、中国に対しては南シナ海への海洋進出を理由に、トランプ政権下であった2018年の開催からは招待されていないんだって。まあ当然といえば当然だよね。親睦の場で手の内を探るような動きを見せるなんてご法度だよ。今回のリムパック2022に参加する海上自衛隊の護衛艦は、インド太平洋方面派遣部隊 IPD22 として編成されたもので、第一水上部隊は第4護衛隊軍司令平田俊幸海将補指揮官として、第1護衛隊軍第1護衛隊所属のヘリコプター搭載護衛艦出雲 DDH-183 を機関として、第2護衛隊軍第6護衛隊所属の汎用護衛艦高波 DD-110 とその搭載機、および潜水艦艦名未公表1隻で編成され、航空機は第1航空部隊として第32飛行隊長の大菅信秀2等海佐指揮官に、第3航空隊の P1 哨戒機1機と第4整備補給部隊が参加するほか、派遣される爆僚などは約40名とされているよ。またその他には、
今回も陸上自衛隊から西部方面隊の地対艦ミサイル部隊が参加し、西部方面隊総監の竹本雄二陸将が担任官として統率することになっているね。海上自衛隊が出雲を派遣したことで、アメリカ海兵隊の F-35B ライトニング2による発着艦訓練が行われる可能性が高いと見られているんだけど、航空自衛隊においては F-35B の運用開始までまだ時間がかかることから、それまでの間はアメリカ海兵隊の協力による出雲と加賀の飛行甲板要員への初着艦訓練が必要であると考えられ、出雲型護衛艦のプレゼンスを示す良い機会になるんじゃないかな。岸信夫防衛省は6月28日に行われた閣議後の記者会見においてリムパック2022について、この海上自衛隊の IPD22 に関しては8月4日のリムパック終了後も、10月28日までの間インド、オーストラリア、フィリピン、ベトナムのほか、太平洋の島嶼国であるソロモン諸島、トンガ、フィジー、パプアニューギニア、パラオ、バヌアツ、仏領、ニューカレドニアなど12カ国を訪問し、それらの国々の海軍とパシフィックパートナーシップ2022、日米合艦共同訓練パシフィックヴァンガード22、日印共同訓練ジメックス、合衆海軍主催多国間共同訓練カカド2022、米合非主催多国間共同訓練エクササイズサマサマルンバス2022などの多国間共同訓練に参加するんだって。このことは、太平洋においてプレゼンを示しているアメリカ海軍の空母打撃群が何らかの事情で動けない場合に、海上自衛隊が安全保障上においてその役割を補完する用意があることを示すことにつながるとして、アメリカによる自由で開かれたインド太平洋構想に日本も参画していることを周辺諸国にアピールする狙いがあると見られているんだ。今回のリムパック2022の特色は、中国への対抗を表明している国が中心となって参加していることにあり、アメリカが対中国政策の中核とする日米合印戦略対話4カ国戦略対話クワッドクワドリラテラルセキュリティダイアログクワッドと、米英豪3国の軍事同盟であるオーカスを構成している国が全て揃うほか、南シナ海に面するフィリピンや、近年中国が影響力を強めている南太平洋の島嶼国からはトンガを招待していることなども注目され、これらの国々へのアメリカの関与が強化されていることを印象付ける思惑があるとされているね。なお、2021年12月にアメリカ上院と下院において、このリムパックに台湾海軍の招待を明記した2022会計年度の国防権限法が可決されていたが、結局のところ招待は見送られることになったぜ。これは、対中国を意識したリムパックではあるものの、アメリカ政府に必要以上に中国を刺激することへの懸念があったほか、可決した時点では台湾海軍を参加させるための準備期間が短く難しいとの見方が多かったことや、中国との関係が深い国々が参加を見合わせる可能性があったことによる判断とみられているな。リムパック2022の開催に対して中国側の反応は、中国共産党中央委員会の官営機関紙人民日報傘下のタブロイドである環球時報などが、史上最大の反中国共同軍事演習であるなどと報じているほか、日本の自衛隊が出雲を派遣していることについては平和憲法に違反しているとして強く反発しながら警戒の姿勢を見せているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の都市伝説の時間だよ。待ってました。今日の都市伝説は、夏は恋だということで恋愛スポット都市伝説を解説していくよ。やっぱこれから迎える夏は温度と並行して暑くなっていきそうだね。イベントがだんだん開催されるようになったからな。そんな縁結びパワースポットを今日を紹介していこうと思うよ。それって都市伝説関係あるの？まあまあ、硬いことは気にしないの。今日は二つ紹介しようと思うよ。まず一つ目は、島根県の八重垣神社だよ。須坂月明武徳品田姫を祭神とする八重垣神社は、地名な縁結びのパワースポットなんだ。そこはただ祈るだけでいいの？お願いをするだけでもいいんだけど、特に、境内の鏡の池で行う縁占いがよく当たると大人気らしいんだ。それってなんだ？これはね、紙の上に硬貨を乗せて浮かべ、願い事をし、紙が早く沈めば縁が早く、30分以上かかれば縁が遅いらしいよ。何それ、島根県に行ったら絶対にしたいね。次に紹介するのは、東京下見にある金色の公衆電話だよ。それ聞いたことあるよ。確か、下見に5つだけあると言われる金色の公衆電話だよね。お、よく知っているね。でもどんな目的で作られたのかわからないんだ。それじゃ解説していくよ。その公衆電話は、皇太子様と雅子様のご成婚パレードのルート上にあったため、記念にこの1台だけ金色に塗られたおめでたいものなんだ。この金色の公衆電話でギザ銃を使って好きな人に電話をかけると、恋が叶うと言われているよ。それはめちゃくちゃ効果ありそうだね。
確かに縁起物には福がありそうだし、なんたって皇太子と雅子様のご成婚記念だから双倍効果ありそうだな。みんなも近くに行ったりしたら、ぜひ試してみてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。